カントリーネーム山木曽ラブさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。カントリーガールズの皆さん、こんばんちゅん。こんばんちゅん、新しい。はい、2月に途中入2月に突入しました ね。来月には新メンバー加入後初のシングルのリリースもあるので、うん、とっても楽しみです、うん、そこで質問です。新メンバーも入ったということで、今後ツアー等でメンバー紹介のような曲があったら面白いなと思います。モーニング娘。だったら女子かしまし物語、うんうん、ジュースジュースだったらガールズビーアンビシャスのような、もしカントリーガールズでメンバー紹介の曲を作るとしたら、それぞれのメンバーの歌詞をこんな風にしたい、こんな特徴を言われたら面白そうなどありますか。ぜひぜひツアーで聞きたいです。毎日寒いですが頑張ってください。新曲も楽しみにしています。ありがとうございます。なるほど、確かにね。いやー、ないね、いいよね。まだね、カントリーガールズにはないので、うん、そういう曲歌ってみたいねってよく話したりするよね。なんだろうな。じゃあこう上から考えていくか、ね、こういうフレーズとか、うんうんうん、ももち先輩、じゃあ まずはママってなっちゃった。ももち先輩、ももち先輩はザ・アイドル、うん、そうだね、ザ・アイドル、ザ・アイドル、うん、かわいいとか、 PMPM かわいい。いいね、なんかこうメロディーつけたくなっちゃう。つけれないわ。ちょっとなんでもないわ。つけれない、つけれない。PM。PM。PM。背中で語る。ねえ、そういう歌詞が入ってたら結構面白いよね。面白い。いや、面白い。今書き出してる。1,2,3,4。まあ、一人、四つ、五つぐらいなのかな。そんな感じかな。かわいい、かわいい、かわいい、かわいい。かわいいよね。かわいい、みたいな。かわいい言ってればわかるよね。そんな感じかね。はい、じゃあ、山木。りさちゃん。才女。才女。才女でしょ？才女でしょ？馬、馬。カエル。馬。カエル。ねえ、なんか動物ばっかり。馬。馬、カエル。馬、カエル。歯車。そうだ。最近歯車がね。歯車大好きだから。言ってたから。トランプ柄。トランプ。アリス、アリス。トランプ。いや、もうなんか。すごい出てるね。最初いらないんじゃない、うん、もうなんか。カエル。馬。歯車。で、わかるよね、そろそろ。トランプ。トランプまで来ればわかると思った。うん、いや、面白いね、これね、うん。なんかこのフレーズだけ、フレーズっていうかさ、こう、うん、単語だけ言って誰でしょうみたいな。わかればさ、もう完璧だよね。ね。じゃあ、マナカン。マナカン。餅。ほっぺ。ほっぺ。餅ほっぺ。ほっぺ？餅？なんだろう、うん。あざとい。やだー、もう。ごめんね。そこで来るの？いや、別にいいけどさ。うんうん。あざとい。あとは。あの、宮崎ゆかさん。ジュースジュースの宮崎ゆかさんは、うん、あざといみたいなの入ってるよね。入ってた。このガールズビーアンビシャスに、うん。あざとい。だから、ちょっと被っちゃうからさ。それはちょっとね。うん。ちょっと、あれじゃん？うん。もうちょっとなんかないかな。まあ、何ある？まあ、何が好き？なんかいいとことかなんかない？なんか好きなもの、ね、好きなもの？いろいろ好きだけど。あ、浮かばないんだ。パン、パン、パン。ねえ、パンみたい。パンみたい。パンみたい。ねえ、なんかさ、最近パンみたいって言われること多い気がするんだよ、ね。え、なんかふわふわなんだよ。ふわふわだからパンみたい。パン好き、最近。食べ、でしょ？でも食べたくなるけどさ、パンはあんま食べない。でも大福みたいじゃん、大福。なんか食べ物ばっかりだな。あ、ダンス。ダンス？ダンス。やっぱりダンス。嬉しい。それぐらいかな。終わっちゃった、終わっちゃった。それぐらいかな。今何が出た？ダンス、ほっぺ、餅。餅。パン。パン。大福。大福。ダンス。食べ物ばっかりだなぁ。パン。ダンス、パン。ごめん、なんでもないわ。やだ、そんな感じ。はい、じゃあ次、チータン。チータンはね、赤面。それ超ひどい。なんで？かわいいじゃん。じゃあ、真っ赤とかにする。やだ。お耳が真っ赤なんで。それ、いじめだよ、いじめ。お顔も、お耳も真っ赤な。いじめ。いじめ、それはいじめ。でも最近顔赤くなんないから。耳だけだから。あとね、何がいいかもっとあるでしょうかに。ないの、うん、声が大きい。まあまあまあ。言うこと聞かない。いつ聞かなかった？静かにしたいって声小さくって言ってんのに。それは言うことが聞かない、聞いてないんじゃなくて。聞けないのか。聞けてないわけでもない。聞けない。声が小さくできない。もう、
もう、やめて。やだ。あとなんだろうな、でもいろんなところがあるよね。やっぱ一番地位がないんじゃん、やば。え？あ、どうする？ほら、耳が赤い。赤い。でも可愛いって出てくる。もっと他にあるでしょ、ないの？チーターはね、なんだろうね、でもほんと可愛いに全部詰まってるんだよ。仕草とか、なんかもう、その、いろんなものが全部可愛いに、こう、最終的にわかる？この図を見て、こう、いろんなパン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 、可愛いってなってるの。じゃあ、おずちゃんに行きまーす。おずちゃん。ナルシスト。元気。スタイルがいい。うん。と思ってる。と思ってるって。いいけどね。グループ1スタイルがいい、グループ1かわいい、うん、全部1番だね。ナルシスト、ナルシストだもん。マイでもナルシストではないんだもんね。本当のことを言ってるだけって言ってるもんね、うん、モデル的って言ってるよね。マイちゃん、マイの可愛さはアイス、マイちゃんアイス、あ、アイスっぽいね。毎日食べてるもんね。わかんないけど、アイスね。待って、チーターン出た。おしゃれ、ありがとう。うん、おしゃれだよ。なんかちゃんとね、なんかこう、気遣ってる感があるよね。何に？こう、いや、これとこれは合わないから、ちょっとこれはって、ちゃんと考えてるじゃん、いつも。それ、舞ちゃん思い出したの？ちょっと違う、そういうわけじゃない。かわいそう、舞ちゃん。舞ちゃん。舞ちゃんもかわいい。かわいいよね、舞ちゃんもね。うん。そう。ありがとう。じゃあ、次、行く？うん。じゃあ、下に行って、やなみ、やなみ、やながちゃん。やながちゃん。子役。子役だよね。面白い。おしゃべり。あとね、あ、なんか言おうとしたんだよ。なんだっけなぁ。なんだっけなぁ。あ、おでこ。おでこで、チーム今おでこ、おでこ。おでこ出てる。猫出しだから、うん。色白いよね、すごい。色白い。うん、ちょ、負けるわ。白い。最近白くなってきたんだけどね。うん。冬だからね、うん、夏よりは。でも、もうだいぶ出たね。うん、じゃあ、船木ちゃん。船木ちゃん。大阪。大阪だよね。なんか大阪って出ちゃう。大阪って感じ。ちっちゃい。か。ちっちゃいよ。あとね、子犬。なんかね、子犬みたい、すごく。なんか動物みたい。ワンちゃんってなる。あとはね、ちっちゃい。ハスキーボイス。ねえ、ちっちゃいってチーが3回ぐらい言ってる。ちっちゃい。ハスキーボイスね。ちっちゃい。でもさ、ヤナミンとあんまり変わらないじゃん。みんなちっちゃいんだよ。うん、そうだね、確かに。サントリーは。ハスキー、ちっちゃい、そんぐらいかな。なめたけ。なめたけだね。なめたけ。なめたけっぽい。なめたけ大好きだもんね。はい、はい、もうなんか結構出すの時間かかっちゃったけど。ほんと。そんな感じで、なんだっけね。それ出してどうするんだっけね。歌にね、どんな、したいって、あ、どんな風にしたいですかってね。面白そうな、そう、あの、フレーズっていうか、歌詞に、うん、こんな風にしたいっていうのが。結構面白いの出てきたと思う。うん。まあ、こんな感じですね。はーい。いつかこんな歌が、こんな歌がね、出ればいいね。歌えたらいいなって思います。